中小の不動産屋さん、皆さんに使ってほしいんです。あ、いらっしゃいませ。あの外に貼ってある中村ハイツってアパートなんですけど。ああ、あれね、お目が高い。あの広さで9万は掘り出しもんだよ。とりあえず座って。え、8万って書いてありましたけど。え、8？ 9じゃなかったけど。あ、ま、大家さんに確認してみるからさ、とりあえず座って。あの物件の資料見せてもらっていいですか。ま、電話で聞いてみるからさ、とりあえず座って。教育費っていくらかかります？あとオートロックってありますかね。あと宅配ボックスも欲しいし、光回線も使いたいんですよね。あとバイクも乗るんで、バイク止める場所ってあります。あ、もうてめえで見てこいじゃん。そんな言うんだったらてめえで物件見てこいよ。あと全然座らないね。もう帰れ。もしもし、 A じゃないかですか。物件情報を管理しきれません。不動産屋失格です。不動産業界は物件や借り主の情報などデータの管理が複雑でとにかく大変だそうです、うん、そのため大手不動産会社では大掛かりな専用の管理システムを導入してデジタル化、効率化を図っているそうです。そうか。が、これが小規模の不動産、うん、駅前にあるような地元の不動産屋さんでは、うん、まだまだ効率化は進んでいないようです、なかなか。そこで機能を絞り込むことで使いやすさと低コストを実現したクラウド型賃貸管理システム、シンプルアップを紹介します、ユニコム株式会社の水野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さん、我々ユニコムはですね、もともと1978年の創業時から新聞販売店さん向けの顧客管理システムを開発と提供してきた会社となってます。新聞販売店さんにいろいろ鍛えられたノウハウはあるので、そこを不動産の賃貸の管理に関してもサポートしたいっていうところで作成したのがシンプルアップとなっております。なるほど。平子さんと同じ1978年生まれというかなり老舗のシステム開発メーカーですよね、はい、通称ダパンプの一茶世代ですね。じゃあダパンプの方が分かりやすいね。憎んでますね。じゃあ一茶さんがいいわ、不動産会社の賃貸管理というのはどのように大変なんでしょうか、物件の管理だったり、あと各借主さんとのやり取り、契約書を作成したりとか、集めた家賃とかを大家さんに収支報告って形で作成したりもしているので、やることがかなり多いという現状があります、今でも手書きで管理していたり、Excel でやっぱ一個一個入力しているっていうところがまだまだ多いのが現状となっています。大手の不動産屋さんに関しては大規模な独自のシステムってところを導入したりしているんですけど、中小の不動産業者に関してはコスト面の理由でまだまだデジタル化が進んでおりません。まあそうだよね。シンプルアップ賃貸管理システムは管理コストが20件から2000件規模の中小の不動産会社向けに設計されたクラウド型の賃貸管理システムとなっております、はい、主な機能としては更新の案内、契約書の作成、入金管理、収支報告書の4つのみとなっております。クラウドサービスとなっているので特別なシステムだったり専用の機械の導入ってところは一切ございません。パソコン一台あれば。そうですね、本当に必要と思っている機能のみに絞り込んでおるので、シンプルな操作性だったり低価格での提供を実現しております。あ、そういうことね。なるほど。更新案内に関しましては、物件の対象者一覧から更新案内書類というものを自動的に作成する機能となっております、契約書作成に関しては契約書の作成だったり重要事項説明書もこちらも自動的に出力できる機能となってます、入金管理に関しましてはネットバンキングと連動することによって入金消し込みを自動化することも可能となってます。収支報告書に関しましては、家賃だったり契約管理の入金の収支を管理する形となっておりまして、大家さんへ報告を自動化する機能となっております。なるほど。地元の不動産一点一点にお伺いしまして、お客さんから直接伺った要望というのを本当に、必要な機能だけそこをピックアップして、その結果本当シンプルな操作性だったり直感的に使えるっていうところを実現しておりまして、手書きの書類だったり Excel っていうところを3クリックぐらいでシンプルアップですと対応することが可能となっております。シンプルアップでは更新時に書類を手軽に作成することが可能となっておりまして、直近で更新業務を行う契約者さんが自動的に抽出されます。こちら約2ヶ月後に契約の満了を迎える方となっておりまして、クリックしていただくと契約の詳細ページに飛ぶんですけど、こちらから更新準備に変更していただきますと、もうこの段階でワンクリックで更新の案内に通知する書類が作成できるようになります。シンプルアップでは入金管理をデジタル化するだけではなくて、作業を簡略化する機能も搭載しております。一人の契約で複数件
契約しておりまして、入金が3件同時にあった場合でもワンクリックで入金を可能とする機能だったり、本当だ、あと家賃に対して一部分入金する機能、うん、加入金変動費も入金する機能も対応しております。銀行のネットバンキングと連動することで自動的な消し込み処理することも可能となっておりまして、入出金明細というものを取り込んでいただくと入金しましたよという扱いの管理ができるようになります。今まで不動産会社さんは履歴見ながら一件一件この人が入金したかどうかって調べてたってことですよね。今までだと記帳してこうチェックつけて、またチェックつけて通帳見ながらね、大変ですよこれは。そもそもやっぱり不動産って対人業務っていうのがもう多いお仕事なので、こういった書類作成をこうしてまとめられて対人の方に時間をさらに割くことができるんじゃないのかなと思いましたね。借主さんと貸主さんで挟まれることで、あの欧米なんかだと不動産業務の方をそのサンドイッチになぞらえてハムなんても呼ばれてるっていうのは僕が勝手に今作ったんですか。いや何だよ、板挟みになる業務ですから。もう無理ですよ、もういいよ、嘘なんだ、ハム出てきちゃったら書類業務は非常に楽ですよね。そんなシンプルアップは常に利用者の目線で一点一点に寄り添ったシステム開発をサポートしています。機能や料金などの詳細はシンプルアップのホームページをご覧ください、うん、不動産向け賃貸管理システムシンプルアップ以上となります。デジタル化が進まない要因としてデジタルに対する拒否感であったりとかアレルギーっていうものがあったりするんですけども、うん、まあ、こういったツールでシンプルな機能で使いやすいっていうものを使うことでデジタル化の大きな一歩になるのかなと思います、はい、さあ柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、シンプルアップ承認です。承認いただきます。